ルース・マサキ公だ。イバリース有数の鉱脈さ。ここの警備は帝国軍だ。いえ、ビュエルバ政府は特例を除いて帝国軍の立ち入りを認めていません。では行きましょうか。念のために伺うが、純度の高い魔石は本国ではなく、すべて秘密裏にベイン様のもとへ。貴殿とは馬が合うようですな。それは結構ですが、手綱をつけられるつもりはございませんな。ならば無知をお望みか。つまらぬ意地は貴殿のみならず、ゲーバをも滅ぼすことになる。ユエルバの公爵ハルム・オンドール4世、ダルマスカが降伏した時、中立の立場から戦後の朝廷をまとめた方です。帝国寄りって見られてますね。反乱軍に協力してるって噂もあるがな。あくまで噂です。よく勉強してらっしゃる。どこのお坊ちゃんかな。どうだっていいだろ。パンネロが待ってるんだぞ。パンネロさんって。友達さらわれてここに捕まってる。Thank you.
これを見たかったんですよ。なんだ？浜石です。腎臓ですけどね。浜石？普通の魔石とは逆に魔力を吸収するんです。人工的に合成する計画が進んでいて、これはその試作品、ドラクロワ研究所の技術によるものです。やはり原料はここの魔石か。用事は済んだらしいな。ありがとうございます。後ほどお礼を。いや、今にしてくれ。お前の国までついていくつもりはないんでね。浜石なんてカビ臭い伝説誰から聞いた。なぜドラクロワの試作品を持ってる。あの秘密機関とどうやって接触した。お前何者だ。おい、バルフレア。待ってたぜ、バルフレア。ナルミアではうまく逃げられたからな。会いたかったぜ。さっきのジャッジといい、そのガキといい、金になりそうな話じゃねえか。俺も一枚かませてくれ。頭使って金儲けって面か。お前は腐った肉でも噛んでろよ。悪ふれや。てめえの賞金の半分はそのガキで払うべしてやら。お前ら、あんにゃらどこだ。え、餌はもう必要ないからな。途中で話してやったら泣きながら飛んで逃げてったぜ。おい、お前逃がすか。おい待てって。いちいち相手してられるかよ。適当にあしらってつらかるぞ。Thank you.
そったり、いつか半分にしてやるからな、バルフレア。また友のものもつけずに出歩かれたようですな、ダーサー様。一人で魔石港から出てまいりまして、よからぬ連中の仲間ではないか。私はさらわれてきたんです。帰ろ。一人で出てくるのが疑わしいのなら、私も同罪でしょうか。ハルム卿、屋敷の客が一人増えても構わないでしょうか。はは。ジャッジギース、あなたの忠告に従い、これからは友を連れていくことにしましょう。困ったものですな。よろしく、バンネロ。あ、はい。なんでバンネロが。何考えてんだよ、ラモン。ラモンじゃない、ラーサー・ファルナス・ソリドール、皇帝の四男坊、ベインの弟だ。あいつ。大丈夫、彼女の子は大切にする。フランは男を見る目はあるぜ。オンドールの屋敷だな。問題はどう接触するかだ。公爵は反帝国組織に金を流してる。そっちの線だな。オンドール公は2年前、私が処刑されたと発表した人物だ。私の生存が明るみに出れば、公爵の立場は危うくなる。公爵を金づるにしている反帝国組織にとっても面白くない事態だろうな。バッシュが生きてるって噂を流せば、組織の奴が食いつくんじゃないか。
だったら俺が街中で言いふらしてくるよ、こんな風にさ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。どうだ、悪くないだろ。ま、目立つのは確かだな。よし、バン、お嬢ちゃんを助けるためにもやるだけやってこい。できるだけ人の多い場所でな。オンドール公爵と接触できるかどうかはお前次第だ。俺たちはここにいる。何かあったら戻ってこい。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。